物館でございます。さあ行ってみましょう。はい、じゃあ見てみましょう。こんな暗かったかね。こつらぎの巨大古墳、どこあんのやろ。前方後円墳、法人殿の陵から仁徳殿の陵、この古墳ね。あ、この大きな石棺入ってるんだけどね。あら、横浜もないんですか。ちょっと待てよ、あれ屋敷山にあるなんか石があるんだけど、あれなんだろうな。あれも二重なかったっけ。桂木氏の歴史博物館かな。行ってちょっと学芸員の方にいろいろ話したんだけど、天皇陵はないんだそうです。ここに行ってもらうとね、天皇陵ではありませんけどと、宮内庁管理しておりますよということで、宮内庁管理陵ですからね。政治をね見てはりましたということで、はい、そうです、飯豊天皇陵でございます。女性の方ですからね、最初の女性天皇かもしれんな。これはそやけど、古墳の手前の中がすごい長いね、これね。今歩いたけど。はい、ありがとうございました。飯豊天皇陵でございました。さあ、次は日振古墳に行こうか。5メーター。高さは10メーター未満ですね。これなんかあるよね、前ね。記憶なく残ってるんだけど。日振山古墳でございます。いや、竹いっぱいや。あら、竹やぶに入らないでください。うわ、入れんだ。入りました。いやー、これは、下手したらや、全部こう円墳じゃなくてこう方墳の可能性もちょっとあるね。中で見てみましょうかね、次ね。これ竹やもうこれ何とかしないと、もうまたすごいことなんだけどね、竹林に。行く前にね寄ったところよ。博物館で140メートルで聞いたけど、135メーターやで。高さが15メーター、そんなあるかね。ちょっともっと低く感じるけどね。こんな上だけでも上がってみましょうか。はい、分からんからな。あら、こんな綺麗やった。まあ、だいぶ改変されてるからね。ちょうど桜満開の時やったから、4月の初めやったかね。悩んどんね、俺ね。これどうなんだろう。やっぱりこっちが古墳の方やろな。うん、それまあだいぶね削られてるから形が変わってますわ。だからこうええふうに見えるよな。なるほど、前方部が90メーター。はい、わかりました。ちょっとね見た感じ全然もうガタガタになってるからさ、ちょっとわかりませんわ。はい、辰山石と呼ばれる業界山で製作されています。そうでしたか、そら失礼しました。いや、どっちもあるわね、こっちもほら物事なんてことかね、これなあ。わかりました、天井入りでございました。俺も横の側壁も思い込んでたからな。 あ、こっちは残ってるな、あっちはちょっと陰だろうか。そういうことでございますか。はい、石室が 16.7 メーターなんですか。原石室が 6.7 メーター2.9 メーター。高さは変えてないかね。高さ。すごい。これはすごいですわ。開いてんだけどね。わからんのこれ。こうやって開いてる。初めて入りますけど。これはすごいわ。素晴らしいのがある。広いわ、なんか。高さもせやけど、やっぱりね、やっぱ皇族の方の墓だろうから、やっぱりねちょっと荒いか、削りがね、もうちょっとね、そうか、古いか。おお、これちょっと横出てきてるぞ、これちょっとね横が、はい、素晴らしかった。こう1枚2枚3枚4枚
1枚2枚3枚イメージ的には。あら、素晴らしかったですよ。これなんだけど大丈夫かね。ドーンと滑ったんやけどな。あれ、ちょっと小ぶりでございましたか。綺麗に靴上げてくれてるけど、一応目量持ち送りで袖なしか。天井石は1枚2枚かね、1枚かね。ああ、なるほど。これね、これ田中さん教えてくれたけど、見に来た時はね、ここで滑っちゃってね、転んだんだけど、ドーッと。もう一軒あるんですよ、石室が。どこやったっけ、この辺左上がったところらへんに来たけど。これ上がったとこか。これですわ。あれ、もっと広く空いてなかったっけ、前は。今日はちょっと入られんな、この格好では。もうちょっと開けてくれたら入れるのにね。入れませんか。お、広いですやんか。これは失礼しました、これは広い。前方こういうふうやね。ちょっとわからんね。一応イメージ的にはね、前方こういうふう。ちょっと前方部が高いんだけど、まあ山を削って作りましたから仕方がございませんがね。はい、これでございます。全長55メーターか。全長55メーター、高さが何メーターいたかな。10メーター、書いてないか。6世紀の後半やったかな、後半。ね、石室が長いんですよ。20メーターぐらいあるんちゃう、これ見るとね。なんかね、いやいやいや、失礼しました。もうちょっと、こんな大きいところなんだね。これはちょっと入れさせてもらわないかな。どこ言った？韓国教会言ってたかな。韓国教会一遍行ってみらないかな。これはすごかったわ。これは失礼しました。おー、すごいすごい。はい。横は？横も大きな石使ってくれてるよ。ほら。ちょっと現実の方がはっきり分からへんな。あ、ここは現実やろうけど。あ、ということはこう両袖だとんやろな。いやー、見せてくれたらいいのにね。ちょっと今度時間ある時にね、観光協会と話しましょうかね。あの石室、桂木の石室よ。何キロあんねんけど、ちょっとお話して観光協会に話して入れさせてもらわなかったね。わさび水か。芝塚古墳。ああ、芝塚古墳だ。今ちょっとね、思い出したんやけど、芝塚古墳、前方後円墳、50メーター。あー、わからん、高さわからん、もう消えてしまってます。50メートルありますか。はい、ちょっとね、砲墳の方がちょっと低いんだけど、砲墳は低いけど、こんな感じ。前方後円墳でございます。50メートルの、これはちょっとどうなんだ、作り方がどうでしょうかね。あまりも綺麗に作りすぎたかね。丸くなってますね。はい。あともう一軒あの辺にあるんだけどね。
あれそうだあれ。全長が50メーター。高さが7、8歩いてたけどね。歩いた跡がありませんわ。これね、さえ。ああ、よう見えるね。はい、石油石棺。石油さあったんだろうかね。よし。あ、これそうかね。入れんなってんねんな。よしよし。低すぎて、見るにも見られへん。みんな滑ってます、ここで。あ、入れんねんな。入れないんか。閉じましたか。閉じまりましたか。残念でございますね。ちょっと小ぶりではありますけど、石棺があります。石棺入れるようにしてくれたらいいのにね。ほんなら見る人が楽しいのに。前方後円なんていうの見えるか分かるかね。前方後円を。畑になってんな。小高い山になってます。ああ、何にも分からんかね。改変されて、葉っぱなくなせん、分かりませんか。いっぱい生えてきてますね。竹がね、生えるとものすごい勢いで、滝やぶになるんでね、残念でございました。はい、ありがとうございました。最後の公園、前方公園墳でございました。今日6期か7期回ったけど、はい、あれが、天皇陵がなかったんでね、急遽変えまして、すんまへん。前方後円墳もありました。ありがとうございました。どれがかかったんかな。2時間半。3時間ぐらいかかってるね。約3時間。はい、ありがとうございました。もう帰ろう。